はい、どうもダブですっていうわけなんですけどもね、今ね、新神戸に来ております。はい、ほんでね、そこでですね、1時間だけね、市ヶ原というところにね、行ってリハビリ登山ですね。で、まあそこでこんな感じで、男女、三々かな、三々、なんか合コンみたいですね。そんな感じでね、いろいろ、焼肉とか、まあ、のんびりする感じですね。はい、まあじゃあそんな感じでね、まあ、まずはね、1時間歩きましょう。ね、そんな感じでちょっとね、今日はのんびりオフを楽しみたいんで、今から市ヶ原に行ってみよう。すごい連発がすごい、もうすごい迫力や、めちゃくちゃすごいよ、なんか水量が多いのがいいですね。はい、20分ぐらい歩きました。なんかね、ちょっとだけ、まあ、ちょっと違和感はありつつも、上りはね、順調に進んでおります。はい、あのね、もうちょ、なんかやっぱり、そうやな、まだちょっと違和感あるな。まあまあ、でも今日1時間ぐらいなんでね、のんびり行きましょうか、いう次第でございます。はい。めちゃくちゃ足が喜んでますね。階段登って。はい、市ヶ原着きました。こんな感じで今から用意します。こんな感じで溶岩プレートで焼いております。これ一体なこれね、これハラミです。ハラミ、いただきます。そんなに朝ごはん行くの？まあ、こんな感じで今、飲んでます。なんか、まあ、いいわ。なんもあかん、完全セカンドチャンネル行きやんけ。そんな感じで、はい、これは何ですか、これは。オリーブオイルで揚げたチップス。オリーブオイルで揚げたチップス。なんかめっちゃあっさりしますね。ポテチじゃないみたい。な別にいいですよ。あのカットもあるんで、好きなこんなことないでしょ。ダメだ、食べたことないんや。あ、そりゃそうや。それは感想言われてます。言葉に詰まるわ、ほんな。軽やかですね。軽やか、うん、いや、びっくりした。こんなんあんねんな。これ食べたらいいね。これね、これ食べたらまだマシですよね。普通のポテチ食べてるよりマシだと思います。カロリー的にね、幾分かは。これ何本ぐらいするんですか？これは330円ぐらい。結構しますね。まあでも、ポテチ太ると考えたらこれ投資した方がいいですね。そうですね。じゃあそういうことです。塩もあんまついてないから。塩もあんまついてないですね、はい、ライブの時これ食べようかな。どこで売ってるんですか、これ。なんか大きいなんとかビーンズ、ビッグビーンズってスーパーです。ビッグビーンズ、高級な足跡ができたんですよね。そうかもですね、高級な。四ツ橋駅、四ツ橋駅。え、あれ、あ、こないですか、なんかあれ、なんかイオンのです、なんだっけ、イオンのなんだっけ、イオンのなんかよくあるスーパーみたいな。スーパーちゃうわ、カルディよう出てきましたね。カーだけで、俺のカーだけのヒントが出てきましたね。カルディより多分ないですよ。カルディないの？カルディ売ってそうやんな。リオート漫才みたいな。海外の方が多いですか？あの補助がすごかった今。俺もほぼ答えられへん案内。自動でかカーだけでカルディ。すげえな。介護士レベルです。Google よりすごいやん。いやもう絶対イオンちゃうなと思った。イオンにはカルディあるでしょ。イオンにはカルディありますわ。イオンにしかないでしょ、カルディ。イオンにしかない。いや、そんなことないですよ。そうなん、そんなことないですよ。イオンにあるんがちょっと気になる。大体イオンにあります。このね、何のね、あれですよ、有益じゃない、何でもない話をこれセカンドチャンネルにあげるんだ。誰が得すんねん動画、これセカンドチャンネルにあげるんだ。知っとるでしょか。で、このポレチの停止画面、これ誰が見てんねん。美味しいですね。